ソウル交通公社 Q2000 系電車はソウル交通公社の通勤系電車ソウル交通公社2号線で使用されている1980年に開業した2号線に導入された車両である製造当初より冷房装置を搭載しておりソウルの地下鉄車両としては初めての冷房車となった1983年度落成分からは韓国で 初めて電気紙直波制御が採用された。大宇宙工業で製作した車両のみ、終電装置を除き、約7、8割の部品が韓国で生産されたが、ブレーキ装置などの一部の部品は日本の技術支援を受けて国内で生産された。主に地下鉄で使用されているが、旧3000家4000番台からの転用車と、中間車からの先頭車か改造車を除き、 全面扉がなく非貫通型車両である。廃車となった車両のうち中間車の一部はベトナムに売却され、車内を改造した上、客車として利用されている。また、一部は宗教団体キリスト教福音神霊会に旧三千系とともに売却され、教団施設内に保管されている。2014年3月に法令上の鉄道車両の法定対応年数が、 撤廃されたため、車令25年以上経った今も、同線の主力車両として活躍してきたが、保守部品の製造停止や老朽化が進んだことにより、2017年より、新二線計3.4次車の投入に伴い急速に、廃車が進められ、2020年までに、環状線と、清水支線の全車両が、2022年までに、新天支線の全車両が代替される予定である。 1980年から1993年にかけて抵抗制御車、直波制御車を合わせて計3 9編成導入された。メルコとは三菱電機の公式愛称である。車両外用制御装置は抵抗制御車は日立製の MMCHTB-20R 型、 初発車は三菱電機製の THB-1L-2A 型がそれぞれ採用されている。台車は日本車両製造製の台車 ND-310 が採用され、軸バネにはコイルバネ、枕バネには空気バネがそれぞれ採用され、乗り心地が大幅に向上した。制動装置はアナログ演算方式の電気指令式ブレーキを採用している。 最初の車両については、日本の日本車両製造において製造され、韓国国内の車両メーカーへノックダウン生産として納入された。そのため、車体の製造名盤は、韓国国内の車両メーカーの名前が刻まれている。10年以上にわたり製造されたことから、登場年月ごとに車両の細部が異なり、1992年から生産された車両は、 側窓の形状が内折れ方式に変更された。また、抵抗制御車の廃車時期と同様に、メルコチョッパ車両の冷房3機のうち2機が新品に交換された。登場後、長らくの間方向膜が使われてきたが、最近になって LED 表示器への改造が進んでいる。なお、一部の中間車は改造の上、新2000系へ編入されている。 当初は4両もしくは6両編成であったが、1986年から1992年にかけて中間車が追加で製造され、一部の環状専用の編成が重量編成となった。補助電源装置は当初電動発電機が搭載されていたが、1990年代に製造された中間車には静止系インバータが搭載されている。線では、 新二線経営の置間が進んでいるため、抵抗者は新近視線、清水視線での運用に限定されている。これらの運用には、製造からの経過年数が、比較的若い造備用中間車両を先頭車両か、全面扉の設置といった改造を受けた車両が使われている。残存車両は、空気圧縮機をレシプロ式からスクリュー式の低層音系のものに、 補助電源装置を電動発電機から静止系インバータに乾燥する改造が行われている。2039回は2014年5月2日に、上、大重里で2012回と追突事故を起こし、2012回は6両、2039回は4両が、大破、損傷し廃車された。残った2012回側の4両は2039回の6両と、 編成を組み直し2039回に編入された。2012回は原型、原二2039回は、戦闘車加改造車であったために、編成の前後で顔が異なり、さらに元2012回側の戦闘車は、運番表示器が一設され、全照灯も LED 化されているなど異彩を放っていたが、特殊な編成構成であることからに、延命工事施行対象から外され、 2016年6月に廃車となった。2005年には抵抗制御車の2006回から2014回が廃車され、直破車の2045回から2053回が2006回から2014回に改番された。2010回は2017年1月22日に M1 車の211号車の床下機器から発火し、旧車となっていたが、 半年後に修理され営業運転に復帰した。その後2018年3月に2044回と共に廃車された。残存する原型車も老朽化と新2000系3.4次車の投入により2006から2013回及び2040から2044回は廃車され、2020年4月16日、最後まで残っていた2014回が4次車に、 代替され営業運転から離脱し、6月18から19日にかけて搬出されることによりこのグループの原型車は全敗となった。先頭車加害増編成においてもやはり老朽化のため、新2000系4次車投入によって置き換えられる予定となっており、2019年10月には新2000系4次車投入を待たずに2036回を皮切りに廃車が進められ、 先頭車加改造編成は2020年7月、現在2033.2035、2037.2038回の4編成のみが運行中。これら4本も2020年下半期までに、新2000系4次車に置き換えられて廃車される予定である。編成標準幹線は10両1編成、新近支線では6両1編成で、清水支線では4両1編成で、 それぞれ運行している。1984年に一時車が製造された。当初は6両編成だったが、1991年及び1993年に中間車が製造されて重量両編成となった。1994年には二次車が製造された。一次車は法定対応年数に達したため、新二線形に置き換えられる形で2008年に廃車となった。 2018年現在は二次車の2093回から2095回及び、戦闘車化改造編成の2073回から2076回のみが在籍している。一次車のうち、経年の新しい中間車は、新近視線の抵抗制御車と、新二線系二次車の一部編成に組み込まれて、運行されている。2094回は2019年8月に、 君主車両基地で線形の1012回と衝突事故を起こし急車された後、2020年1月7日に廃車された。2093回は2020年下半期までに新2線形4次車に置き換えられて廃車となる見込みである。戦闘車化改像編成においても老朽化と、 新2000系4次車の投入に伴い2020年6月に2073.2074回が廃車された。その後最後まで残っていた2075.2076回が2020年6月後半に2077回が7月に廃車され、このグループの先頭車化改造編成は全敗となった。 元々は3号線に所属していた93000系及び4号線に所属していた93000系4000番台であるが、現在は2号線所属者はすべて2000番台に編入された。1985年に製造された2編成は2009年に廃車となった。2085回は2017年4月頃に、伝送品に重大な故障が発生し、 すでに保守部品の製造が停止されたこともあって、修理されずにそのまま廃車されている。新2000系導入に伴い廃車が進行し、2020年、全編成が廃車になった。GEC 直波制御車及び、Q4000 系2000番台2000型戦闘車、TC12100 型電動車、M12200 型電動車、M22300 型電動車、 M12400 型電動車、M22500 型付随車、T12600 型付随車、T22700 型電動車、M12800 型電動車、M22900 型戦闘車、TC22009 年に付随車6両が、ベトナム国鉄へと輸出、譲渡された。6両のうち5両は、転換クロス C とか、1両は、電源、食堂車化されて、 ハノイハロン間の長距離列車などで運行されていたが、2019年3月現在は運用を離脱している。抵抗制御車のトップナンバーである201編成は、清水支線の4連の状態で、新近車両基地に保管されている。ありがとうございます。